僕には友達がいない。だから学校ではいつも一人ぼっち。パパとママは共働き。だからお家でも一人ぼっち。僕はいつも一人。僕はいつも寂しい。だから僕は自分の頭の中に架空の友達を作った。ただいまー。誰もいない。今日も学校で一人ぼっちだった。だからこういう時は架空の友達とおしゃべりするんだ。ねえ、架空の友達。何かね。今日は何してたの？百人一首をたしなんでいたよ。百人一首？わかんないや。何それ、面白いの？面白い、たわけ。百人一首は美しい。美しい、よくわかんないや。今度一緒にやろう。一緒にやろう、たわけ。百人一首は一人で楽しむものだ。そっか。あ、そうだ、今日帰りにさ、宝石拾ったんだ。これあげるよ。宝石？たわけ、それはただのガラスだ。でも綺麗だなって思って。綺麗？たわけ、ガラスは危ないだろう。あまりたわけるな。絡みづらい。絡みづらいよ、架空の友達が。すごい絡みづらいよ。難しい、関わりにくい。何なんだあいつは。架空の友達だっていうのに僕次第なはずなのに関わりにくいよ。でも僕には架空の友達しかいないんだ。仲良くしないとね。じゃあ架空の友達、ゲームとか好き？さほど。アニメとか？さほど。本読む？タウンページなら。なんだこいつ。なんなんだ。架空のやつがタウンページ読むなよ。乗ってねえよ。お前だけは乗ってねえよ。なんで見るんだよ。タウンページは自分が乗ってるかどうか見るためだけのものだろ。乗ってねえって。くそ、絡みづらい。あ、でも仲良くしないといけないんだ。とっかかりを見つけないといけないんだ。だから、例えばだから、ねえ、架空の友達、好きな果物何？トマト。好きな野菜は？いちご。好きな寿司ネタ？エビフライ。意見が分かれるよ。全部意見が分かれる。絡みづらい。たわけ。すごいたわけって言われる。本当に絡みづらい。おい、あまり友達に向かって絡みづらいとか言いなさるな。言いなさるな。ああ、それ絡みづらさ。